北方系コモンゴロイドのアイヌコモンゴロイドは、WW ハウエルズによるモンゴロイドの分類。日本では、ハニハラ・カズオやオモト・ケイチらが用いている。アジアのモンゴロイドを形質的特徴から新・イニシエに分けた概念である。進化の程度が新・イニシエという意味ではなく、寒冷地適応を経ているか否かの違いを表した分類である。 氷記の北アジアで慣例適応した結果、凹凸の少ない顔立ち、一重まぶたに見られる、猛虎ひだなどの体質的特徴を許する、新モンゴロイドに比べると、一般には、彫りが深く、比較的小柄で、二重のまぶたや、厚い唇、湿った耳垢、多毛などの特徴を持っているとされた。日本においては、縄文時代の住民は、主に古モンゴロイド系であったと言われるが、 その後に中国及び北東アジアからト来した新モンゴロイドと根結をした結果、現在の日本人の新モンゴロイドとコモンゴロイドの特徴が混在する形質が形成されたと考えられた。遺伝子解析の結果、日本人は皆縄文人の血を受け継いでいるため、現在の東アジア大陸部の主要な集団とは異なる遺伝的構成であるという結果が出ている。 コモンゴロイドは、シンモンゴロイドと比較して、低めの身長、彫りの深い顔、二重まぶた、体毛が多いこと、湿った耳垢、波状の頭髪などの形質を持つと考えられている。コモンゴロイドに属すアイヌは、彫りが深い、毛深い、猛虎藩が稀まれなどは人とは異質の特徴から、かつては、コーカソイドと考えられたこともあったが、これは、 コーカソイド特有の形質ではなく、ンモンゴロイド以外の多くの人種に共通する形質である。遺伝的には、コモンゴロイドはンモンゴロイドに近く、他の人種とは隔たりが大きいとされているが、このように、コモンゴロイドの形質が多人種と共通する部分が少なくないのは、コーカソイドやオーストラロイドと分岐した直後の状態を長く保持しているためである。 すなわち多くの人種と、コモンゴロイドの共通点は、共有原始形質である。Y 染色体で見ると、コモンゴロイドとされる、縄文人とアイヌにて最多を占めるハプログループ D1、A2R 系統と、新モンゴロイドとされる、ヤマト民族やカン民族と、朝鮮民族にて最多を占めるハプログループ O 系統、トゥルク系とモンゴル系やツングース系にて最多を占める。 ハプログループ C2 系統では、分岐から7万年以上もの時を経ている。コモンゴロイドを特徴づける、ハプログループ D1A2R 系統の祖先である。ハプログループでは、全ユーラシア人の共通祖先である。ハプログループ CT から早期に分岐したため、E 系統以外のユーラシア系統は分岐してから7万年以上の時間を経ている。 比較的近縁な E 系統とも7万年ほど前に最も近縁である D1A2 ビット系統とも5万年以上前に分岐しているため5万年以内に共通祖先を持つ系統がなく非常に独立的であると言える。その一方、新モンゴロイドの主要系統であるハプログループ O 系統は高カソイド系で最多を占めるハプログループ R 系統とは 約4万年ほど前に分岐したため、これに従うと、新モンゴロイドは、コモンゴロイドより、コーカソイドの方が近いということになる。ただし、人種を反映する、形態形質は、不形の Y 染色体ハプログループのみでなく、母系のミトコンドリア DNA ハプログループとも、相関性があること、さらに多くの Y 染色体ハプログループの系統が、同一集団として、 同じ人種を形成したため、形質と Y 染色体派プログループの系統は一致しない場合が多い。ありがとうございます。